運行車両のアンスフオールスタム RGV2N に、モロッコの鉄道網、タンカサブランカ高速鉄道は、モロッコの高速鉄道である。2018年11月15日に開業した、アフリカ発の高速鉄道である。ムハンマド6世から、あるブラックと名付けられた。カサブランカからケニトラを経て、タンジェまでを結ぶ、この高速鉄道新線は、 モロッコ国鉄が2005年に立案した20年以上をかけてモロッコ各地に 1500km もの高速鉄ドームを張り巡らせようという野心的な計画の一部分である。この TGVM と呼ばれる計画はカサブランカとウジダとの間を3時間以内で結ぶマグリブ線とタンジェからカサブランカを経てアガディールの間を4時間以内で結ぶモロッコ。 大西洋線との二つの路線で構成される。タンジェとカサブランカの間はこのうちのモロッコ、大西洋線の最初の段階である。さらに、ジブラルタル海峡に海底トンネルを設け、アフリカとヨーロッパとを鉄道で連結し、高速鉄道で、モロッコのラバトからスペインのマドリードまでを4時間で、ラバトからフランスのパリまでは8時間で結ぼうという基礎的な。 研究がなされている。当初は、スペイン側は、タンジェからアルヘシラス、アンテケラ、マドリードを結ぶ路線が考えられていたが、カディスとセビリアとの間に 150km の高速鉄道を敷き、マドリードとセビリアとの間は、1992年の万博に合わせて作られたスペイン最初の高速鉄道を代わりに用いる案が有力である。タンジェとケニ、 トラとの高速新鮮計画の第一の目的は、モロッコの海沿いで二つの中心地をなす、大西洋岸のカサブランカ港と地中海岸のタンジェメッド港を結ぶことである。将来は、マグリブ諸国の二つの大都市であるカサブランカとアルジェを4時間で結び、さらには、チュニスやトリポリまでをも結ぶ構想もある。2007年に、 サンジェとケニトラ間の最初の高速鉄道に関する覚書に署名がされた。2010年には計画の最終契約が署名された。高速車両はアルストムから TGV を購入することになった。2011年には初期設計と最終的なルートの評価され、9月29日に路盤が着工された。 タンジェット・カサブランカ間の高速新線の総延長は 350km であり、大西洋岸に沿っている。第1期区間はタンジェット・ケニトラ間の 200km であり、2014年の完成都市運転を目指して建設中である。旅客営業開始は2015年12月を予定しており、タンジェット・カサブランカ間の所要時間は当面2時間10分となる予定である。 ケニトラとカサブランカとの間は在来線に乗り入れる。ケニトライナウンは当初はアルストムが提供する高速車両にあっては時速 220km が許容される。モロッコの鉄道事業者であるワンスフの選択次第で第2期のケニトラとカサブランカ間の高速新線への置き換えが2020年に実現したとすればこの区間も 時速 320km から時速 350km で走行できるようになる。タンジェとカサブランカとの間が1時間半に短縮されれば普通に通勤できる所要時間になると言える。ラバトとカサブランカへは新駅の設置を計画している。開業初期の5年間で急速に増加すると見られる輸送量に見合うように2階建ての車両が選択された。 この路線のために製作される高速車両 TGV2N にはモロッコの気候に適応しているほか、河川電圧が直流 3000V の在来線に乗り入れるために交流 25KV との2連元に対応している。潜在的な最高速度は時速 350km である。ありがとうございます。